大村駅は長崎県大村市東本町にある九州旅客鉄道大村線の駅である。すべての定期旅客列車が停車する。二代目駅舎の原型大村駅前における警察予備隊関越式駅構内相対式ホーム2面2線を持つ地上駅。かつて長崎本線の一部であった名残で上下線ともに有効長が非常に長い。互いのホームは 古戦橋で連絡している大きな木造駅舎を持つ JR 九州サービスサポートが駅業務を行う委託駅で緑の窓口自動券売機が設置されている2012年2月にバリアフリー化工事が行われ3月1日よりエレベーターが稼働した2012年12月より IC カード守護化に対応し専用の改札機とチャージ装置が設置された 案内放送は駅員による肉声である。また、国鉄時代からの伝令があり、大村名護市祭りなどの多客時に使用されていた。後に、列車接近時は常に伝令が鳴るようになったが、2012年に消滅、現在は電子ベルの水明後に、方面、ホーム、行き先を言わない簡易的な放送になっている。当駅を含む大村線のハウステンボス伊佐ハ間は、 非電化区間であるが、電力区員による河川保守訓練のための河川施設が設置されている。2010年3月14日に FM 大村が開局した。2019年度の1日平均乗車人員は2356人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通り、大村市役所、大村公園、長崎県立大村高等学校。 長崎県立大村城南高等学校等は、当駅より南へ 2km 弱の位置にある。ありがとうございます。